What's SDGs? ここからの担当はクロルさんです。はい、SDGs の取り組みをご紹介する What's SDGs のコーナーです。持続可能な社会を作るために定められた SDGs ですが、ゴールが17個あり、達成に向けた取り組みが今世界中で行われています。今日はこちら10番目の目標、人や国の不平等をなくそうです。この中には2030年までに年齢、性別、障害、人種、生まれなどに関わらず、全ての人が能力を高め、社会的、経済的、政治的に取り残されないように進めるという目標が定められています。今日紹介するのは、重い障害がありながらも大好きな音楽を続ける男性。毎年ライブを企画するなど精力的に活動を続けています。今月開催された9回目のライブに密着しました。先月12日、宇部市内では1ヶ月後に迫ったライブの練習が行われていました。ライブを企画したのは、宇部市在住の金子弘人さん、24歳です。生まれつき脳性麻痺で、体を思うように動かすことができません。母、恵里子さんや看護師などの介助を受けながら生活しています。父親は生まれてすぐに病気で亡くなり、恵里子さんは介護・福祉の会社を立ち上げて、弘人さんを育ててきました。弘人さんは毎年ライブを主催していて、今回が9回目です。今年は9組が出演します。毎日大変です。音楽を始めたきっかけは何だったのでしょうか。もともとはですね、音にとても敏感なんですよ。聴覚過敏があって、音から慣れていかないと外に出ていけないっていうことで、音楽教室に通い出したことがあるんですよ。音に慣れていくっていうことから音楽に興味持ち出して、恵里子さんの会社のスタッフにバンド経験者がいたことで、弘人さん自身もバンド活動を始めることになりました。その名も弘人バンドです。10年以上一緒に活動しているベースの銭谷太一さんです。歌もしっかり歌えるようになってるし、すごい成長ぶりがすごいですね。やっぱ笑ってね、楽しんで帰ってくれるやっぱお客さんの顔を見るのが一番の目的なので、僕も多分ヒロ君も同じだと思うんですけど、今回は新メンバーもいます。第二の人生なんですけども、それを有意義に過ごさせてくれてるヒロ君にはもうほんま感謝一言しかないですね。ヒロ君には叱られ叱られやってますね。内村さんは恵里子さんの会社で送迎の仕事をしていて、ドラムを叩くのは実に40年ぶりだそうです。選曲に出演者の調整、さらに音響と司会を弘人さんが担当します。周りに支えられながら、自分の興味のあることにどんどん挑戦してきました。皆さんのサポートがないと、やっぱり弘人くんの夢は叶えられないですね。出演者やスタッフは全員ボランティアです。他の障害を持っている方たちもどんどん怖がらずに、やっぱり外に出ていくっていうか、勇気を持って外に出ていくっていうことで、手を差し伸べてくださる方たちが増えるのかなってちょっと思いますね。音楽を通じてたくさんの人と出会ってきました。今年のライブ会場は維新100年記念公園の野外ステージです。会場選びや利用申請は弘人さんがしました。初めての会場、弘人さんがインターネットで自分のイメージに合う会場を探し見つけました。体の不自由な人とか病気の人とかがゆっくり来れて、一緒に
一日が楽しく過ごせるコンサートにしたいそうです。ライブ前日、リハーサルでは音響をチェックしたり出演者の立ち位置を決めたりします。ヒロトさん、緊張で夜も眠れなかったそうです。みんなが楽しんで帰ってくれたらいいなって言ってます。今年のテーマは感謝。ライブに携わる全ての人への感謝を表したいとヒロトさんは言います。そして本番当日、会場に人が集まり始めました。午前11時、ヒロトさんの司会でライブは始まりました。自らももちろん楽しく歌いながらライブを盛り上げます。そしてヒロトバンドの出番です。順調に演奏が進む中、自閉症もあるヒロトさんがパニックを起こしますが、母エリコさんが優しく声をかけると少しずつ落ち着きを取り戻しました。満を持して登場しましたヒロくん。ステージに再び登場したヒロトさん、温かい拍手で迎えられます。そして演奏が再開しました。6時間に及んだライブ、最後は出演者全員でセッションします。大盛況のうちに幕を閉じました。とっても楽しかったです。明日からまた1週間お仕事が頑張れます。パワーをもらいました。ヒロトさんの姿は見る人にも元気を分けたようです。じゃあ今日はライブ何点ですか？100点僕の頑張りが少しでも勇気を与えてたら嬉しいですって言ってます。音楽の楽しさと支えてくれるみんなへの感謝、しっかりと届けました。音楽を通じて障害を忘れるっていうか、親もそういうことが忘れられる唯一の一日の時間なので、とてもいいですね。音楽やってよかったねって思う。ヒロトさんにとって年一度のライブは健康で過ごすための目標になっています。看護師の坂田さんは練習やライブの間中、ヒロトさんをそばで見守りました。落ち着いてからは楽しく歌ったりすることができたので、よかったなと思います。毎日次何しようかなとか、ヒロ君と相談しながら考えるのがすごく楽しくて周りのサポートで実現するライブ、来年は記念すべき10回目を迎えます。もう準備が始まります。毎年ライブを企画して開催しているということで、本当に音楽に対する情熱っていうものをすごく感じましたね。沼田先生、ご覧になっていかがでしたか？会場のなんだかお客さんが帰りに本当にパワーもらって帰ったっていうのが伝わってきますよね。私は一番やっぱり、ライブでそれこそ演奏するとか歌うとか、そっちの方がメインなのかなって当然思ってたんですけど、会場の申請手配とかそういったものまで全部関与してらっしゃるんで、そこ本当一番なんかびっくりしたっていうか。そうなんですよ、裏方もしたいということで、音響なんかもねタブレット使いながらやってましたよ。すごいなと思いました。そして来年が10回目ということで、もう今から準備をしているそうなので、そちらも楽しみですね。以上 What's SDGs でした。